はい、こんにちは。応用生物科学部の山本です。今日は食品安全健康学科のミネラルの役割について分子栄養学的解析をしています井上博文先生に来ていただきました。あ、井上です。よろしくお願いします。ところで井上先生は、はい、趣味は何なの？趣味は子育てです。おや、はい、栄養を考えないといけないの、はい、大好きです。じゃあ、具体的な研究についてお話ししていただきましょう。はい、よろしくお願いします。それでは簡単に研究の内容をお話しさせていただきたいと思います。皆さん、食品安全健康学科と聞くと、機能性食品の開発をしているんじゃないかというふうによく勘違いされるんですけども、実はですね、やっぱり巷でも生活習慣病を改善できる機能性食品のことが、求められていますので、そういう研究もやっているんですけども、皆さん本当に大事なこと、五大要素のことを、最近皆さんよく忘れていると思います。五大要素っていうのは皆さんご存知かもしれませんが、栄養は思考のタンパク質や脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルのことを言いますが、タンパク質、ビタミンというのは生命をつなぐためのエネルギーとして、必要なものです。で、ビタミン、ミネラルというのは生命代謝を正常に維持するために、欠かせないものになります。で、皆さんが今言っている機能性食品というのは、一番ピラミッドの一番上にありますこの非栄養素、健康良い方向に向く成分のことを言っていますが、この成分を生かすためには、やはりビタミン、ミネラル、タンパク質、炭水化物というのが重要になっています。で、今の時代、どういうことが起こっているかというと、エネルギー的には足りているのに、栄養素が足りていないという新型栄養失調というのが大変問題になっています。私はこの新型栄養失調に対して、有効なものは何かないかということをテーマにいたしまして、ミネラル不足を効率よく解消できる食品素材の発掘や、ミネラルの吸収を高めるような食品の開発を行うことによって、安全性も、もちろん担保しながら、健康寿命延伸を目指そうということで、日々研究に取り組んでおります。井上先生がミネラルに興味を持ったのはどのあたりか。はい、やはりですね、子供が生まれてからよく、うちの子供は鉄欠乏によくなったということもあって、特に子供に関しては吸収量が少ないとか吸収効率が悪いということが分かっているので、そういったところから、やはりミネラルの大事さというのを痛感いたしまして、研究をもっと深めていこうかなという形でやっております。なるほど。どうぞ。はい。で、実際、今、欠乏といってもいろんなものがあるんですけども、今、大きくは鉄欠乏というものと、亜鉛欠乏というのが、危惧されております。で、鉄欠乏で聞くと、皆さん、鉄製剤飲めばいいでしょうと思うかもしれないんですけども、実はですね、鉄が足りていない状態と。というのはどういうことか、どういうことを示しているかというと、実は細胞の中で活性酸素種というのは皆さん聞いたことあるかもしれませんが、この活性酸素種というものが大量にできまして、心臓や腎臓、肝臓、また骨にまで影響を及ぼしているということが分かってきました。なので、貧血のみでなくて、さまざまな臓器に悪影響が出ているということを、僕たちは動物実験を通して見ております。でですね、それ以外にもですね、実は、関係ないと皆さんは思うかもしれませんが、鉄欠乏になると、ビタミン類も体内で変動するということを僕たちは見出してきております。特に、鉄欠乏になるとですね、この活性型ビタミン D、これが、減ってしまうことによって骨が弱くなったりするということ。その他、人はビタミン C を作ることができないんですけども、マウスやラットの実験から、鉄欠乏になると、ビタミン C を作る酵素が減ってしまって、細胞が老化すると。といったようなことも、見ております。その他、ビタミン B12 が制御している、エピジェネティクスな変化や、ビタミン A の血中の放出量が減少することによって、体内のビタミン類が減少しているということも僕たちは見出しています。そうすると、鉄欠乏っていうのは、はい、鉄の作用だけじゃなくて、いろんなところに悪影響を及ぼしている、ね。あ、そうですね。もう鉄自身がいろんな本因子という形で、変わっておりますので、やはり鉄がなくなるといろんなところに出てしまうというのは必然なのかなとは。すごい重要な研究だと思います。ですね。実はこういった鉄不足を解消するようなことをずっと長年研究しておりまして、一つが栄養強化米というものを、我々は学部プロジェクトの一環で作成しております。で、まず鉄欠乏に、着目したのはもう日本だけじゃないんですけど、世界的に見ても鉄欠乏症状を呈しているのは20億人ぐらいおりまして、子供でも3億人程度いるというふうに言われております。なので、これを日本人がよく食べているお米で解決できないかということでプロジェクトをやっております。で、この研究っていうのは、2019-20年度4年生の研究テーマでやらせていただいているんですけども、
やっぱり鉄を含まないご飯を食べていると、このように一応ヘモグロビン値ですね、これ鉄欠乏のマーカーになるんですけども減っていますが、玄米食、栄養強化米食、玄米食を食べさせると、ヘモグロビン値が戻っていきます。特にこの栄養強化米、鉄が多く含まれている栄養強化米を食べるとより効率よく上がるということを、僕たちは、明らかにしてきました。でその他、亜鉛吸収を促進する食品素材の探索ということもやっておりまして、これは2021年度の4年生の卒論研究の結果になりますけども、何も知らないものに対して食品成分 A とか B をかけたときに、ある成分というものは、亜鉛のトランスポーター、これは亜鉛の吸収を促進する、輸送単体というものなんですけども、まあ、増加すると。ですが、ある食品成分 B ではその活性は A よりも低いけども、まあ、こういった、亜鉛の吸収を上げてくるような食品素材を見つけてくることができました。そしてこれが亜鉛で、亜鉛との組み合わせどうなってくるかというのは今後の展開になってくるんですけど、まあ、こういったものを見つけることができています。そうするとこういう研究っていうのは4年生の時の結果で、4年生のうちからすごいことをやってるんですね。あ、そうですね、もう身近にあるもの、やっぱ食に興味ある子たちが多いので、まあ、4年生の時からこういう研究テーマに取り組んで社会に貢献してもらおうというスタンスでやっております。素晴らしい、あの研究内容だと思います。まあ、あの新型栄養失調、まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんけど、今社会の中で非常に大きな問題に、井上先生のチーム、先生も含めてですね、取り組んでいるということで、今日は非常にいい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の、お話はどうでしたでしょうか。新型栄養失調の、ことをお話しさせていただきましたけども、実際僕も、東京農大の出身で、これまでは研究のスタートはがんの研究からスタートしていました。でも気づけば、ビタミン、ミネラルといったような、基礎栄養の基礎のところに落ち着いておりますが、先ほど申し上げたように、鉄欠乏に関しては世界で20億人、子どもに至っては3億人も欠乏症状が生じているというようなことは、もう分かっております。こういったところに私たちの研究がつながっていくという非常にやりがいのあるものになっております。皆さんも、興味があれば実際私たちと一緒に研究やってもらえたらなというふうに思います。本日はありがとうございました。